京都二条駅のですね西側にですねルート2食堂っていう韓国料理屋さん、焼肉屋さんなんですけど、こんなのができてました。これ知る人ぞ知るというか、まあ2号店らしいんですけども、豚の奴隷っていうところやったかな、肉時々なんかっていうところの2号店らしいんですけど、こんな若者向きのねすっごいおしゃれなもう倉庫をそのまま、うまく使ったようなところでございまして、で、肉焼くテーブルがもうなんか満席で、焼肉ができないところならいいですよということで、通していただきました。なのでサムギョプサルとかは、頼めません。一品ものだけ、いうことにいたしまして、とりあえず、ね、どんどんか入ってみようと思って入ってみました。メニューはこんな感じでございます。まあ一品ものもまあまあいろいろありますね。でこれが、突き出しでおかわり自由なんですね。結構そのキムチとかこのもやしナムルめっちゃうまいので、これ全部食べなくてもキムチともやしナムルだけ食べておかわりお願いしますというと、なんぼでも持ってきてくれるっていう、本当に韓国スタイルがございます。でライスやっぱり ご飯好きなのでライス言いました。これがねちょっとねちっこいんですよ。これおかわりしてもまだちょっとちっこいんですよね。おかわり2杯で500円、もうちょっとねあの大盛りにしてほしかったんですが、で、注文したのはヤンニョムチキンでございますね。ヤンニョムチキンちょっと今流行ってるんですけども、僕ちょっと甘いのがいまいちこう乗り切れないので、そう甘いんですよ。これ甘いのが甘いのなかって辛いのだけで全然いいんですけどね、この甘いのをなんとかしてくださいって言っても多分それじゃヤンニョムチキンじゃなくなるんでしょうね。で、プッコチ餃子、プッコチというあの韓国の、唐辛子がありまして、なかなか辛いんですが、まあ、これ程よい辛さで、いい感じに美味しかったです。ご飯も早速終了でございます。で、これが、チョレギサラダ、これもねそうですね、あのサインとかのチョレギサラダだとシソがすごい効いていてたのですが、まあまあまあこういうことなんでしょうね。でやってまいりました、ご飯のおかわりでございます。キムチ美味しかったのでキムチでいただきますよ。これ、もうこれが一番美味しかったっていう。で、ピビン麺、でございます。ピビン麺もねこれ多分あの辛いのを混ぜて食べるんですけれども、このタレが僕ちょっと甘辛いのがちょっとどうもこう、あれなんですよね。サインのピビン麺はなんかすごい美味しかった気がするんですけども、まあ、多分焼肉、まあ、まあ一品が僕の舌がちょっと合わなかったということなんですけど、あの焼肉はすごいいい期待なので今度、焼肉をですね行ってみたいと思います。机がねもう焼肉、行けないところだったので、なんかね誕生日やーって言ってあのなんかお祝いとかも、してくれるような、若い人たちが集まっているような焼肉屋さんでございました。焼肉の大仙さんが隣にあるんですね。まあちょっとあの行くのに二分するのではないでしょうかと思います。今度焼肉を食べて、行ってきたいと思います。ということで今日食べたものをサクッとアップする今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。